さんこんにちは。母です。みこちゃんです。今日は5月24日、オンステージまであと2週間切りました。この前のオンステージの動画の告知で当日行きますっておっしゃっていただいた方がたくさんいて、すごい励みになります。ありがとうございます。遠くて来られない方もライブ配信見ますって言ってくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ということで今日は本番前にいつもやってるちょっとディープな深い練習を紹介していこうと思います。てかだいぶ短くなった。この前ね、美容室行ったらね、前髪短くなっちゃいました。確かにね、短くしてくださいって言った。すぐ伸びちゃうからね、前髪がね。でも短まあいいや。本番前のね、深い練習っていうのはだいたいね、本番1ヶ月前ぐらいから始まります。でそれをね、私たちの中ではなんとかチャレンジって言ってるんですけど、曲名ね、ヒックとドラゴンチャレンジとか、今回で言うとオンステージチャレンジなんですけど。深い練習って何かっていうと、部分練習だったりとか、ゆっくりの練習だったりとか、あとは分解練習とかなんですけど、本番前じゃない時やってないわけじゃないんですけど、やっぱ本番前になるとそれをさらに深掘りしていくみたいな、こっちから見ると結構ハードな練習をしてるとは思うんですけど、まあそれがね、1曲だからそこはもう集中的にできるんですけどね、今回3曲あって、でちょっと物理的に時間がないっていうのと、不思議な風もピックとドラゴンも本番が前にあって、その時にもうすごい深い練習をしてっていう曲だったので、まあ、今回はちょっとね、いつもよりはねディープじゃないかなとは思うんですけどね、でもトータルしたらなんだかんだその3曲に結構時間かけてます。もちろんそのチャレンジの内容っていうのは娘と話して、ここをこういう練習した方がいいねとか、あと先生にね、レッスンで見てもらった時にこういう練習した方がいいよとかアドバイスいただいたりとか、本番前の練習をどういう風にやるかみたいなことを作ってます。そのいつもね、紙にその練習することをね、わーって書いてて、絵とか入れたりとかね、分かりやすくこの練習をした達成感みたいなのを味わえるように、例えばシール貼る欄とかね、練習したらシール貼ってって、その練習が終わったらもうそのチャレンジはね、もうシールだらけみたいな、それでパッと見て頑張ったみたいなね。チャレンジはね、いつもね書いてるんですよ、私が。だけどね、今回はねまだ書いてないんですよね。もうすでにねチャレンジは始まってて、でね、箇条書きでは書いてあるんですけどね、ちょっとね最近私のモチベが上がらなかったっていう。でも娘も頑張ってるし、頑張んなきゃと思って書きます。1週間切ったしということで、帰りを待っておやつ食べるときにどんな練習をするかっていうのをね、聞き取り調査をして書きつつ練習風景を撮ってみようと思います。あ、でオンステージの出演時間が決まりました。1時半前後になると思います。進行状況とかにもよってね、ちょっと前後したりすると思うので、まあ、予定では1時半だけど、その前後見てもらえればと思います。ヤマハミュージックリテイリングさんの YouTube チャンネルでライブ配信しますってこの前お伝えして、でアーカイブが残るかわからないって言ってたんですけど、やっぱりあれは残らないみたいなので、その時に見てください。ミコとドラゴンの部分練習、まず1個目は、イントロの左手、これ1って書いて部分練習って分かるよね。うん、2個目はドドシドのところ、16分音符のところ、3本目はダンラシラソミミソレのところ。シーケンスの練習はどうやってやってるの？シーケンス1、2と3と4はまずマイナス30で、うん、じゃあすっごいゆっくりとかね、でマイナス20で右手と左手で、マイナス10で右手と左手、こんな感じで聞き取り調査が終わりました。これを聖書みたいな感じでペンで書いてコピーしてチャレンジ使っていきます。はい、ちょっとやりよな。今日はね
と卵にしようかな。じゃじゃん、寿司シールにしました。本番まであと11日です。よしやろう。
ちゅうとらないの？あれこれちゅうとらないの？私も好きなとこ、ここがあるところだ。あと A があるから。休憩してからやりまーす。やりまーす。お疲れでした。チャンネル登録、グッドボタン押してね。バイバーイ。最初はグッ、じゃんけんぽい。